イエスチサブチャンネルなんだそれ、<laughs> まあいいけどあの先日ハネルちゃんの誕生日に呼ばれましてね、えー、お話しさせてもらって本当にあのすごい短い時間だったんでねもうあんまりお話できませんでしたけどその中でねなんかあのハネルさんの知り合いの方で私とあの来世でね結婚どうのこうのっていうああ私も気軽にいいですよっていやよくよく聞いたらもう作家で あって、バーチャルユーチューバーでもある方なんですよ、ね。そうなんですよ。となると、あのーまあ、ユーハン先生、ね、ユーハンさんって言われる方だったんで、まあ、あそれはちょっと私もあの、あのーまあ、やらしい話、出版のこともありますしいろいろその話も、ね、あったもんですから、ああ、なるほどってそっちの話をさせてもらうと、ちょっといろいろお話させてもらって。<laughs> まあ、VTuber としてはまだ全然あの新人なんでって言いますけど、まあね、本も,もうあのた,たくさん出させて20万部以上、ね、されてる方なんで,で、まあ、いろいろなこともやられてる方なんでああそうですかって話で,で、まああのね、娘もあの出てきたことだしバーチャル結婚でもよろしいですよみたいな、まあ、面白いかなということでの話をさせてもらいましたけど。まあ でもね言ってもねハネルさんにね言われたらやっとはやめませんよ私もお話しするぐらい。ええええだってもともと言ったらこれ私その時にもうハネルさんとはどういうふうどういうお関係でみたいな話になったんだけどそもそも今の私があるのはバハネルさんのおかげなんですよね。 おそらく、多分ね、どっちかが前後がするかもしれないけどまあ、結局、俺太郎とこの VTuber やるっていうことでツイッターで数分、数秒ですわのことをあのつぶやいて最初、反応がなんか、なんかあの本当にどこの何にも関係ないところでフォローもフォロワーも警察庁だけフォローしといて。あの 太郎ですっていうことでやってるんで、前科 3, 3番、893番、懲役太郎です、構成のためにどうのこうのって言ったことを、おそらく多分、あのゴルンの場相当、私はアップデートに行った、あの,ああのアップデートに。 この入れてくれたねゴルンドバ総統っていう方が多分最初に見つけて面白いってことになってそれをリツイートかなんかしたことに対して羽ネルちゃんが見て面白いって言ってバズったんですよ。多分一晩でね7万閲覧ぐらいになったんですよその15秒ぐらいのやつがそれがきっかけなんですよ。うん 多分ハはねるちゃんも、多分その頃が本当にデビューした子、私より数ヶ月早いぐらいだったと思うんですよね。はねるちゃんから夕霧さんとかと同じぐらいだったもんね。うん、あの先輩ではあるけど、まあ、ね、年度でいや同期なんですよ、うん。そこがあったんでね、でまあ、最近あんまり、ね、お呼ばれもしませんし、ね、どういうことかなと思って。じゃあ、連絡の取りようがなかったんですよ。あの ディスコードっていうものを使って連絡を取るんですね VTuber の人たちは。でディスコードを持ってるのは俺太郎なんで私も共通してみできるんですけどそれをもう何、あのー、て言うんですか、あのー、使い方がわからないんで私今回のあのー パネルさんとのやつは自分の別のディスコードを作ってもらってつながったわけですよ。そこであのえ今回の打ち合わせのやり取りをしている中でこのメールをできるようになったんですね。であのえー、それが終わって 今、試合が終わってっててうんです試合じゃないですよね。だから誰と試合するんだ伊藤ライフ先生とか舞本さんと試合してるわけじゃないんです、ね、あね。試合が終わってって。で終わった後にその。 えー、で、翌朝その、言ってたのは LINE の QR コードを送りますよっていう話になって私は懲役太郎専門の LINE があるんですよ、QR コードは。それは本当、厚生会の会員をとか一般の人向けに作ったんだけどこれ友達申請とか,なんかグループするの結構、めんどくさいっていうか簡単にできなかったんでやめたっていう経緯があってそのがあるんでそこを,をお教えして。えー、あのー アネリちゃん経由でね、教えて、で、ね、その先生につながったと、ね、いうことですよ。ユーハンさんにユーハン先生につながったということですわ、ね。占いの先生なんですね。で、ねね、YouTube もやってるし、うん、あの当然 Twitter もやってるから同じプレイヤーなんですね。ねそこでまあちょっといろいろ、まあ、ほとんど出版の話です本の話をしてて。 あの要は私どもももう「蝶、あ、竜、のー、太郎」の漫画が10話のところでもう2話済んで3話目まであのネームが終わってるネームが途中かだからやっぱり順番としてはヤクザ系の漫画なんで、ね、講談社うん小学館とかっていろいろ持ってきたり順番があるわけですやっぱりね。うん。 なんで、あのただ、漫画ってさ、誰でも持ち込んで、この、込めるような形になってるから、門前払いはないんでね。うん。なんで、ちょっとそういったところ、どういうふうなことをしたらいいかなんてって、ご相談させてもらってるっていう経緯だった。なんで、まあ、あの、だけど、そんなこと言ったら面白くないからね。あの、そういう形にして、だから、ガチ恋勢の皆さん、申し訳ございません。そんなわけじゃないので。ね。だから、まあ、あの、 <laughs> あの娘ができて、娘がいて、まだ分からないですよ。娘がそのいてで、じゃあ義理の娘になるよねみたいな話してね、ちょっとなんか変な変な盛り上がり方をしたという経緯です。まあ、ここに来て、私もあのずっと同じことばっかりやって,てはいけないんでね、うん、こういうようなことの動きもしていかなきゃいけないのどういうような動きだ、あの、それとあれですよ、ありがとうございましたね、あの、あれ。 ロ阿佐ヶ谷ロフトの件はもうあのー、急に行ったことでも結構な人数集まっていただいて本当に来ていただいた方も配信の方も本当にありがとうございましたこれからはもう少し前もってきちんと告知してやっていきたいなと思ってあのー、そうなんですね行きたいなと思いますツイキャスでっていうことだったらツイッターだけで告知すればいいかと思って私ツイッターにあんまり力があの入れてないもんですからねほんと本当申し訳ないなということでまあ あのー、なかなかね何やってんだってねあのー、大声の方もあ,りあるかもしれませんけどいろいろねことにねあのあれしていかないといけないんでうんそうだそういうことだよなまあ頑張っていきたいと思いますはいあの今ねちょっと思ったことがあったんだけど おっとどうなんだろう世間のね動きのことがあるから青汁王子のことをもうちょっときっちりあれしたいなと思って青汁さんさ結局自分のことはいろいろこの反社に誤解される中を取り返してくださいどうのこうのって言ったらこっちのさマネちゃんのマネージャー体操の元マネージャーのことなんかは言いたいこと言って間違ってることが分かっても取り下げないんだから自分はそんな,なんか立派なこと言ってああでもこうでもって言うけど自分がやっちゃってることに対しては。 ねえやられたことにはやめてくれでやったことにはってねえあれだよ本当にうん凱旋王子じゃん右翼、ね、の凱旋してるみたいだけどそれもなんか判決が出るまで待ってくれって言ってるけどさ。 うじゃあこっちはなんだよ俺だってデビューして形がわかるまで待ってくれって思ったけど勝手に言って間違ってるでもずっと言ってるんだからさちょっと本当にあれだだよよねね回どうううなってんだろうと思うよ、ね、本当にあの人の言い方で頭の中身どうなってんのかわかんないよねどういうことって言うけどそういうふうに俺も思えちゃうんだよなどこまでこれ本当にあれなのかまあいい加減げんだってマネージャーこれ本当にあのタイソンとこれデキレースで炎上目的でやってたっていうこと違うよね。うん だってそんななことないもの、ね、今までのこの車のいろんな経緯があって私が関わってるっていうことを分かっていただいたと思うんだけど、うん、だってあの間接的だけど俺関係してるからね、うんまあ、あの人にとっちゃなんてことないことかもしれないけどね、うん、こっちにとっては大変いい,い,い迷惑誹謗中傷だしさ、うんまあ、そこら辺のことをちょっと何だろうっていうふうに思うかもしれませんけどちょっとえー だから「猫太郎」でどうこう言ったって「猫太郎」が言ってんじゃあれだからって懲役太郎サブちゃんって言ったんだけど本当にさずるいよね。うん、ずるい、うん、以上です